今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。Qui me parle ? Ah. Masako. Masako 殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。走れ、ノブ。
目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきおった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。C'est beau. Paysage, éclairage. Cette odeur. Moelle Kito. Mukuro. Quelle dame on aime. Izuhara no mura mo. Koko made dewa nakatta. Washi ni nigerare ta haraise toyu koto ka. Okoru hatake o mamorane ba. Kitaru fuyu wa norikoe rarenu. Dou ni ka seneba.大子ども。騎兵がいます。押し通れ。ほらら、かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。どうした。
手始め援軍だ挟み撃つ気か何を出まいた猛虎の大軍が来てるよ火薬も持ってる逆手に取ってやろう弓を構えて押してボタン切り捨てる皆殺しだを分かってくれたか私はこの島を出るタカも一緒にまだ住んではおらん参るぞかがり火台の火を灯し金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示すハーメン待っておるがいいしてくれたのだな見事な足止めであったぞ当然の行いさ、志村様お主のような武人が多くおればいいのだがなその目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど申したいことはそれだけか我らはかがり火台に参らねばならん槍川には兵が大勢いる壁が抜かれてなけりゃねかつて槍川家の反乱を収めたわしは恨まれておる知ってるあそこで育ったからだから盗みがうまいのだな
ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。Quel ingrat ce mec. Peut-être mieux fait de le laisser croupir dans sa cellule. ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。もしお前がなんて名前だ。誰のことだ。Allez, voilà. Sakai様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたも。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかし、この地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず城言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして、人が焼ける匂い。その後、奴らはついに私の兄、炎上を。炎上？守り手の？そのような最後、たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった。伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。
ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。寿司を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の寿司だと言われています。赤島で会おう。なんかウフンナフレシミアジョーワオショウウヤワドコフェラ。Il y a de quoi faire. Fantôme du passé. Ah, il y a quand même beaucoup de trucs à faire.